いやー、島根県知事、すごいっすね。丸山知事ですか。島根県知事はこのように言われていますね。我慢してオリンピックを受け入れるのが国民の義務とは言い難い。ま,あ、まさにそうですよ。こんなのね、やりたいやつだけやっときゃいいんですよ。で、全然関心がない人とか、オリンピックにもしかしたらね、もうなんか一種の苛立ちを感じてる方、要するに反対してる方からも、税金という形でお金を徴収して、で、オリンピックを楽しむ方に、 えー、お金注入ってわけでしょこの何ですかねオリンピックというものを免罪符にして金を分取っていく仕組みそして従いたくもないような人に従わせる仕組みこれはね知事さででししたたらねね言いたいことは山ほどあるでしょう、ね、もちろんこれアスリートの方一人一人を個人攻撃するものではないですしスポーツの競技っていうのはね十分やっていただければいいんですけども、まあ、オリンピックねオリンピックじゃなくてもいいだろうと。プラスこの時期にオリンピックを強行する意味が まあ、まるで肝心なことは何も語らずにただやるとだけしか言わない政府ねもう、まあ、むちゃくちゃですよでそれに忖度して口が利けないまあ腰の引けた都道府県知事しょうもないなと思いますよその中で丸山県知事は聖火リレーを開催するべきではないとの意向を表明して、まあ、オリンピック自体にもね 難色を示しているってことなんですけどもそう考えている国民はいますよ当たり前のようにで、県知事を守るために県知事じゃないですよ県民を守るためにね、知事がいるわけであって自分の地位向上のために兵庫らするのがね、うん、県民を差し出すのが知事の仕事ではないですからねだから気骨あふれる方ですよ丸山県知事上に強くて下に弱いっていうまさにね人強道そのままだと思いますよ まあ、聖火リレーね、聖火リレー自体一つのセレモニーであって、そこにスポーツの競技としての意味がなくて単なる宣伝活動ですからね。聖火リレーに、まあ、走る方ね、まあ、それなりのなんか名誉とか、うん、楽しみとかあるでしょうけども、うん、私は何も感じないというか、オリンピックを見たことがないですよね <laughs>、うん。そんな暇がないです、オリンピックはわあやってる暇が、うん。で、オリンピックをこういった業者の皆さんは快く受け入れられる状況にありません。確かにね、 地方の方で島根とか鳥取とかでそんなねチャラチャラ遊んでる暇がある人はあまりいないと思うんですよそれぞれ自分の事業ですとか地域を守るために必死でちょっとねオリンピックまで付き合ってらんないよっていうことだと思うんですよもちろんアスリートの方はしっかりやっていただければいいんですよでやればいいんですよでもちょっと今回はパスしますっていう人はねせめて見逃してあげてほしいなと思うんですけどもね で、島根県が発表した資料によると、国が新型コロナス対策の財源として、自治体に交付する地方創生臨時交付金は、東京都への交付金が約4366億円にあるのに対し、島根県には63億円。うーん。人口の差はあるものの、同資料によれば、一人当たりは、東京は約3.1万円に対して、島根県は9000円。ということですよね。そして、 要請だけが来るんじゃかなわないです、ね、まあ全てとは申しませんが我々の地域で飲食店が残っていけるようなベッドの給付金の支給が必要だということで要望させていただいている要するにねちあの地方って結局は都心の方がたまにね田舎気分を味わうためにやってくるわけですよでも地方にいる方ってのはずっと地方なわけですようんまあですからそういう意味も込めてね都会に住んでらっしゃる方は便利でしょうけども その便利さってのは地方の不便さを踏み台にして作られているものだということをねやっぱ私も認識しなければならないかなと思いますだから何でもかんでもね檜のき舞台じゃないんですよその檜のき舞台の縁の下の力持ちここにこそね耳を傾けて行かなければならないんじゃないかなと思います島根県知事ね本当によく頑張ってくださってますねおっとこれは何だ山田なんとか山田真紀子報道広報官この女性もひどい人ですね こすいねえこれお子さんとかいらっしゃって恥ずかしくないんですかねいや恥ずかしくないから自民党でこんな役やってるんでしょうねなんか揃いも揃って恥知らずって感じがしますうん首相長男からこれね菅総理の長男うん菅成吾氏をぜひね国会招致しなければなりませんし私この菅成吾っていう長男さんねどうしようもないねろくでなしだと思うんですよ 親父にこれだけ迷惑かけて自分は全く出てこないと。うん。ツイッター一つね、放てないわけですから、何なんですかね。いなんか本当にね、汚い人たちの集まりですよ、自民党。汚い。うん、汚すぎる。終わってますよ。もうん。どうなってんだもう。日本なんて滅ぼされてしまうぞ